ーい、皆さんこんにちは。マスク変えるの忘れてた。京都市動物園の坂本です。ただいまからというか、30分からインスタライブ始めるんですけれども、少し告知がありまして、ちょっと早めに始めようかなと思っています。今園内放送結構賑やかですけれども私の声は聞こえてますでしょうか。もし声が聞きづらいとか、マイクの音の方がじゃないや、スピーカーの音の方が大きいぞっていうことがありましたら、お知らせいただけるとありがたいです。ちょっと今日からまたマイクを復活させているので、このマイクが機能してなかったら多分ものすごく聞こえが悪いかなというふうにも思います。あ、大丈夫ですか。よかったです。はい、では告知と言いますのは、今ちょうど園内放送でもアナウンスをしているんですけれども、今日は実は世界ゾウの日です。でその世界ゾウの日にちなんで、今日のインスタグラムは半になったら始めるんですけれども、園内に来られていて、万が一このインスタをご覧になっているお客様がいらっしゃったらということなんですが、あと15分ぐらいで、ゾウのうんちを使ったワークショップをやります。ゾウのうんちを、洗って、消毒して、ドロドロにしたやつに少しパルプを加えて、それで、紙製品を作ろうという、ワークショップをやります。整理券制なので、その今ちょうど配布を始めたところです。もし興味があれば、45分から、そのワークショップが始まるので、万が一園内でこのインスタグラムをご覧の方がいらっしゃいましたら、レクチャールームの方に、お越しいただければ、副園長が自ら、その象のうんちを使った絵はがき作り、絵はがきだったっけな、はがきって言ってましたよね、はがき作りに、皆さんと一緒に、行います。和田副園長はですね、実は、その後ろにちょうど象たちいますけれども、ラオスから、一頭はミトちゃんだな、ラオスからゾウを連れてくるときに、1年の間になんと13回ぐらいラオスにゾウを、その京都市に、寄付をできそうなゾウがいる、赤いゾウがいるっていうことになったら、うちからはその和田副園長を中心に、飼育のスタッフ、そして、現地の、政府の関係者、それから地元政府の関係者で、その山奥の村まで出かけていくというのを繰り返してたんですけども、なんと13回も出張に出た、その時の話も少し聞けるんじゃないかなというふうにも思いますし、もし園内にいらっしゃって私のこの話を聞いたら、45分からプログラムが始まりまして、半から整理券を配布ということを聞いております。ぜひレクチャールームへお越しください。というわけで、あと1分ぐらいしたらインスタライブを始めたいと思います。ご来園中のお客様に熱中症の予防についてお願い申し上げます。熱中症の予防には水分補給が大切です。喉の渇きを感じる前にこまめな水分補給を行いましょう。繰り返しご来園中のお客様に熱中症の予防についてお願い申し上げます。今皆さんに見ていただいているゾウさんはカムパートですかね。熱中症の予防には水分補給が大切です。そのちょっと右に振ると色がやや濃く見えているのが分乳です。はい、でその分乳の向こうにいるのは今ちょっと見えづらいですけども、ミトちゃんがいて、さらに、木の向こう側にいるのが、トン君ですね。以上、こちらの手前の運動場にはメス4頭で暮らしているところです。というわけで、時間になりましたので、ただいまからインスタライブを始めたいと思います。今日はですね、なんと世界ゾウの日ということで、カナダの方でパトリシア・シムズさんという方がいらっしゃって、映画の監督などをされている方なんですけれども、その方とそれからタイの保全団体、地元の保全団体が一緒に、制定したのがこの世界ゾウの日です。この世界ゾウの日を機にですね、世界中の野生のゾウたちが
置かれている現状のことを少しでも皆さんに分かっていただき、象の保全に、つながるような活動ができたらという思いで、今、日本で象を飼育している多くの動物園、では、この世界象の日にちなんだイベントを開催しているかと思いますし、世界のいろんなところで同じようなイベントが組まれていることだと思います。でその野生の象の現状はということを、せっかくなので象さん見ていただきながら少しお話をしたいと思います。京都市動物園にいる象はアジア象といいます。アジアの森で暮らしている象さんで、さらにその地域によって、亜種をですね、3種ないし4種に4亜種に、分けています。で一番数が多いのはインドゾウという亜種で、昔はアジアゾウのこと自体をインドゾウと呼んでいた時代もあったんですけれども、そのアジアゾウの中の一番たくさん数を占めているのが、インドゾウです。でもちろんインドだけじゃなくて、ラオスから来たゾウたちもインドゾウですし、タイにいたりミャンマーにいたり、今アジアゾウというのは13カ国で、暮らしているんですけれども、その多くはインドゾウということになります。そして、スリランカにだけ暮らしているセイロンゾウですね、これも一つの亜種として考えられていて、あとスマトラ島にいるスマトラゾウ、これがこれまで3亜種いるといった時の、時代のその3亜種です。でさらに最近はボルネオに住んでいるボルネオゾウというのも亜種として独立させるべきではないかというふうな考え方が一般的なのになりつつあるので、4亜種いるというふうに理解していただけたら良いかと思います。ですからラオスから来たゾウたちは、インドゾウの、という亜種だというふうにご理解いただけたらいいと思います。今見ていただいているのはですね、カンパートさんですかね。多分カンパートですね。はい、です。それからカンパートが去りつつあるので、分乳行きましょうかね。こちらにいるのがブンニュンです。ブンニュンもカンパートもちょっと色が濃く見えるのは水浴びをしてたからですね、おそらくプールに入って遊んでいたんじゃないかと思います。濡れると黒っぽく見えます。別にその常にそういう色をしているというわけではなくて、ゾウたちがちょっと色が濃かったら水遊びをした後だなと思っていただければ良いかと思います。でそのアジアゾウたちなんですけれども、だいたい4万1千から5万、もうちょっと増えてたかな、5万2千ぐらいの間で推定値が出てるんですけれども、地域によってそのカウントの仕方がまちまちなのと、なかなか森の中に暮らしているゾウたちの数を正確に把握するのは難しいので、必ずしもその細かい数字が出てるんですけれども、その通りというわけではありません。でラオスでは、大体そうですね、2018年の、IUCN の報告では5、600頭というふうに報告されていたのが、2003年の報告では、300から400という数が上がっていたように思いますから、減っているんだろうと思います。でラオスというのは昔ランサン王朝と呼ばれて、ランサンという国の名前だったんですけれども、ランサンの意味は100万頭の象という意味があるそうです。それぐらい野生の象がたくさん、100万頭いたかどうかは別として、たくさんの象たちが野生で暮らしていたっていうふうに、考えられています。で、ラオスの方々にとって象というのは非常に大切な存在で、今でも大切にされているんですけれども、ただやはり生息地が減って、人との圧力も一部ではあったり、ということで数を減らしています。一番大きな要因は、森の中に暮らしているゾウさんなんですけれども、
その森自体が開発によって減ってしまったり、その住んでるところが分断されてなかなか象同士の交流ができないというところが一番大きな原因かと思います。その状況をなんとか、改善、できたらいいなということで、うちにもできることがあればぜひ協力していきたいとは思っているところなんですけれども、京都市動物園ではゾウの繁殖プロジェクトということで、京都市とそれからラオス政府一緒になって飼育下のゾウを、増やす方法についてしっかりと、情報を得て共有しようという取り組みを進めています。そのためにラオス政府から4頭のゾウが1頭のオスと3頭のメスが寄贈されて、現在、ミトちゃんと合わせて5頭のゾウを飼育しています。そろそろ、大人のになりつつあるトンカム君はですね、だんだん遊びが過激になってきて、他の若いゾウたちの生傷が絶えなくなったので、少し前からもう一人で独立してもらうべく、このメスのたちが暮らしている運動場のもう一つ向こう側に、ワイヤーで仕切られた空間で、今過ごしています。で、4頭のラオスから来たゾウたちの中で一番、年長さんの、トン君、冬美トン君という個体がいるんですけれども、ここからちょっと見づらいと一番見づらいところにいますかね。彼女が、大体血液などからその、血中にはですね、性ホルモンの代謝物や、性ホルモン自体が、流れているので、その量を測ることで大体の排卵の時期をつかむことができます。大学にお願いして計測をしてもらって、おおよそ今月の、後半にですね、排卵が来ることが予想されています。ですからその排卵に合わせて、ゾウさんの中でも、排卵の今日が特定できているというか、比較的もう大人に近づいたサイズの、トン君と、まだちょっと小柄で、しっかり交尾ができるかどうか、定かではないんですけれども、あのオスの、トンカム君、アキトトンカム君を、排卵の前後で一緒にしようということで、一緒に飼育をする時もあります。ゾウさんの排卵って3ヶ月に1回しか来ないので、あの、じゃあ年に4回ですね、そのチャンスがあるということになります。で、そのトン君と、トンカムの、状態を見ながら、さらにその分乳や、今こっちに向かってきているカンパートたちもいずれ、そうやって排卵に合わせて、オスと一緒にしていくようなことになるかと思います。一緒にしたからといってすぐに、赤ちゃんができるわけではないので、まずはスタートをするというところで、取り組みが始まったところということになります。もし妊娠すれば、妊娠期間がまた長くて22ヶ月、2年近くかかるんですけれども、には赤ちゃんが見られるかもしれません。で、野生のゾウの話の続きだったんですけれども、で、ラオスでも非常に減っていますし、他の国でも減っています。一番多いインドゾウっていうカテゴリーでいうと、まだ数万頭いるわけですけれども、今、その IUCN、世界自然保護連盟の試算にというか、そのレッドリストというものがあって、それには絶滅の恐れのある動物たちの、その絶滅の度合いを表示してあります。で、ゾウとしては、あの、絶滅危惧種エンデンジャードっていうふうに表記されているんですけども、亜種の中でスマトラゾウについては、非常にさらに、あの、近絶滅種、絶滅にさらに近い種として、より厳しいという評定を得ています。そういう状況の中で、野生のゾウもしっかり守っていかなくてはなりませんし、京都市動物園のミッションとしては、ラオス政府とともに、ゾウの繁殖プロジェクトをしっかり進めていくということが、とても大切なことになっています。
熱大丈夫そうですかね。日陰に行っておきますかね、はい、最近暑い日が続くとですね、使用している iPhone が暑いって言い出して突然止まったりするので、少し iPhone に気を使って日陰でお届けしようと思います。私は日向でもいいので、本体が日陰にいるとありがたい感じですかね。そこ行きましょうか。で、今右の方から画面に入ってきたのは文雲ですね。文雲の後ろの方からまた現れたのがカンパートさんですね。カンパートと文雲は同い年になります。カンパートの方がちょっとだけお姉ちゃんですかね。トン君のところに行ってるのは、あ、すいません、トン君ですよね。奥にいるのはじゃあミトちゃんか。あ、トンカム。まあ水浴びをしたり泥浴びをしたり、思い思いに過ごしているところです。本当は森の中で暮らしているので、あんまり日向にいる動物ではない、ということもあって、まあ、木が大きくなるのを待っているんですけども、まあ、なかなかそう簡単には大きくなってくれないので、日陰がちょっと足りないということもあり、水をふんだんに、まあ、かかれるようにはしてあります。ですから、まあ、砂浴びをする子もいますけども、水と土を足でコネコネして泥にしたやつを今一生懸命かけているのが文ちゃんですかね、はい。で、右奥の方にいるちょっと牙がちらっと見えてる子がトンカム君で、トンカム君もちょっと体の前半部分がこう色が変わっているので泥浴びを楽しんだようです。で、少しトンカムのところのプラそんなに深くはないので、より水がしっかり水遊びができるように、シャワーもついているところです。ミトちゃんは乾いた砂を自分にかけていますね。ミトちゃん実はあんまり水浴びが好きじゃなくて、一人暮らしをしているときは、まあ、あるいはともちゃんっていう昔いたぞと一緒に暮らしているときも進んで水に入るということはなかなかなかったですね。で、ラオスから来た子たちはおおむね水遊びをが大好きです。特に文雲かな。何か質問とかあったら言っていただいて大丈夫です。なぜ泥を浴びるのですか、はい、あ、なぜ泥を浴びるのですかというご質問をいただいたんですけれども、まあ、ご覧のようにですね、象の体って、まあ、毛は生えてはいるんですけども、ちょっと映像では分かりづらいぐらい貧弱な毛で、体表を毛で覆われている他の、まあ、獣と違って皮膚が露出しているので、その皮膚を紫外線から守る、あるいはその外部寄生虫から守るために、泥浴びをすることが知られています。まあ、泥浴びをするのは象に限ったことではなくて、まあ、身近な動物でいうとイノシシなども、
泥浴び大好きです。まあ言ってみれば、あのイノシシを品種改良して作った豚たちも大好きですね。見た目はあのドロドロに、まあ、豚もイノシシもなるのですけれども、まあ、一見汚そうに見えるんですけども、実は清潔きれい好きで、まあ、自分の皮膚を守るために、泥を浴びていることになります。はい、ゾウたちをどうやって見分けているのですか。なるほど、ゾウたちの見分け方はどのようにしているかということなんですが、今撮影してくれている、オリトさんはもうゾウの担当になっているので、私よりシャキッとこう見分けていただいていると思うんですけども、私が見分けている方法はですね、まあ、非常に簡単な方法で見分けています。ゾウたちにはいくつか特徴があって、例えばあのオスのトンカム君、アキトトンカム君はですね、今1頭で別の場所に飼われているから、明らかに あれがトンカムだなと思っていただいたらいいですし、オスなのでこの中では一番若くて小柄なんですけれども、牙ですね、2番目の前歯になるんですけども、人でいうと前歯がとても発達しているので、他のゾウたちに比べると明らかにそのゾウの牙が目立っているというのが大きな特徴になります。でいずれこの中では一番大きな体を持つゾウになる予定です。でもう一つ分かりやすいのは、今こっちを向いてくれているブンニュンで、向かって左側、つまり、彼女にとって右の右側の耳が、切れています。まあ、ちょっと壊死して落ちてしまったんですけれども、ですからまあそれが最大の特徴になります。でそのブンニュンとから左の方に振っていただくと、だいたい同じぐらいの体型でコロコロっとしてて、かつ耳が切れてないのがカムパートです。はい、でラオスから来たゾウの中では一番サイズが大きいのが今ブンニュンの横にいる、冬見トン君です。でさらにサイズが大きい、ゾウさんが今映っていますけれども、あの子がミトちゃんですね。ミトちゃんはもう動物園に来て40年以上暮らしている、ゾウになります。まあ、ざくっと大きな特徴を話したので、まあ、次に来られた時はですね、ぜひあのどの子が誰かなっていうのを思い浮かべながら観察をしていただいたら、ゾウ同士の関係性だとか、まあ、個性も見えてきますので、楽しんでいただければと思います。はい、あ、そうですね、あの血縁関係はないのかということなんですけども、実はね、皆さんというかラオスから来たゾウたちはみんなあのサイニャブリ県というところから来たのは来たんですけども、全部違う農家で飼われていたゾウたちなので、まあ血縁はないというふうに理解をしています。まあ母親は少なくとも違うということになります。で4頭はその全く血縁はないんですけれども、日本に運んでくる前にですね、あの4頭全部一緒には集まらないので、順繰りにその若い子供がいるところが見つかったっていう連絡がラオスから入ったら、うちの職員が、まあ、先ほど言った今ちょうどワークショップ始めてお話してると思うんですけども、レクチャールームで頑張ってくれてる和田副園長が、行って、で本当にいただけるかどうかっていう話も含めて行ってたんですけども、違う農家を訪れて、でまたバラバラのところから導入しているので、まあ、母親は違うのは確かですし、父親もおそらく違うというか、まあ、あの離れたところなので、血縁はないというふうに理解をしています。だけど一緒に飼ってたのでめっちゃ仲良くなりました。から短い子同士でも3ヶ月、長い子だと半年ぐらい、あの ラオスの中央政府がある近くの公園って言っても、その自然公園みたいなところがあって、そこで飼育をされていた期間があるので、
まあ、その間にですね、その一番年長さんのトン君を中心としたちょっとした、まあ、群れができて、一番お姉ちゃんのやっぱりトン君が、他の個体から頼られて、みんなの支えになってあげてた、いいお姉ちゃんになってたと思います。まあ、ただ血縁は全然ないという。ミトちゃん登場ですね。群れに分裂はあるのですかという。そうですね、ゾウたちの群れっていうのは基本的に、野生だと大体メスだけの群れを作って、オスは単独行動か、まあ、親戚が少数でオス同士で暮らすということはあり得ます。なのでそのメスたちの集まりの中で一番最年長のリーダーがやっぱり第一位のメスということになります。でラオスのでその4頭が一緒に暮らしていた頃はまだオスが子供だったので、まあ、メス群の男の子っていう意味合いで4頭で仲良くしていったんだと思います。でその中にあっては、今お尻しか見えてないですけども、お尻とちょっと側頭部が見えてるかな、あの頭振ってる子がトン君で、トン君が群れのリーダー的な役割を果たしていたかと思います。でその次で言うと、まあ、大体年齢順に並んでいく感じかなというふうに思いますね。だからお互いに遊びの中で力比べをしたりするので、それで序列は決まっていくようには思います。でここに来て、まあ、ちょっとミトちゃんという、まあ大人のゾウがいるということもあって、ただトン君とミトちゃんの関係がちょっとこうあまり良くないので、まあ、それはいろんな話せば長いことになってしまうんですけども、前にも何回かお話をしたかもしれませんけれども、その関係性がまあ改善されることを強く願っているところです。やっぱり年長のメスに、みんなが頼って、でお互いに支え合うっていう群れの図ができるのが一番理想的かなというふうには思います。はい、なんで万が一赤ちゃんが生まれたり子供ができたりした時にも、やはり群れ全体で、まあ、特にあのリーダー的なメスが心の支えになって、安心にまあ、若い子が子育てができるっていう風な形が作られるのが望ましいので、いればみんなのリーダーをミトちゃんにしてもらって、他の3頭が従ってくれる形がありがたいなというのが思っているところです。はい、はい、群れから出て、はい、繁殖の時だけオス側から近づいてくるのでしょうかという。そうですね、大体メスの群れの中に、発情している子がいたら、寄ってくるということに、なろうかと思います。オスが、発情する、オスは単独で発情するということはあまり考えられなくて、やっぱりメスの発情に合わせてオスも、まあ、その気になるので、まあ、そういう匂いを嗅ぎ分けてやってきますね。今ウンニュンがちょっと面白い姿勢で、草を取ってます彼女は何をしているかというと、まあ、花が一番遠くまで届く方法で草が生えているところに花を思いっきり伸ばして、取っているわけです。まあ、立ってしまうと、まあ、相対的に一番遠い草には届かなくなってしまうので、あの姿勢が一番、多くの糧が得られる方法だっていうことを彼女が編み出して、頑張って草を取ってますね。はい、はい。
ギを食べられた時と同じ姿勢ですね。あの寄付された苗木を食べられた時と同じ姿勢ですねというコメントをいただいたんですけれども、おっしゃる通りですね、はい、つまりあの辺は危険だということに、私たちも学ぶことができました。そうですね、あの上の方からはちょっとこう身を乗り出しにくいように電気柵が張ってあって、で一番下のラインにはないので、あのまあ、彼女もそれを よく熟知しているので、あそこが一番安全にかつ遠くまで届くというのを、よっこらしょっと、ちょっと怠惰な感じですね、まあ、ゾウさん子供の頃は本当横になって寝る、まあ、今でもあの夜横になって寝てるんですけどもね、どうしても成長とともに体が大きくなって、ずっと同じ姿勢で横になってると体重で、臓器が引き継いでいたりするので、 あまり長時間は同じ姿勢ではいないですね。それでもがっつり寝るときは横になってますね。ちょうどその平安時代、全然話が変わってしまうんですけれども、平安時代って、まあ、ここお寺だったんですね。でその法性寺っていうお寺の、微妙に池のあったあたりのへりぐらいがこの造社になります。だから池の右側って言って、その池のほとりがのラインが造社の中に引かれるぐらいの位置関係だったんですけども、その明治時代池だったところってそこが粘土質になっているので、なかなかの木が育ちづらい環境になります。だから、まあ、頑張って、育っているとは思うんですけれども、全然水はけが良くて、ちゃんとこうなんでしょうね、そのいい土壌のところに比べるとやっぱり成長が遅かったりしますね。動かなくなりました。なるほど。本日はご来園ありがとうございます。シンバルが潰れたかな。点滅してるな。ちょっと一回ジンバルが働かないかもしれないです。ゴミは各自でお持ち帰りいただきますようお願いします。ジンバルが反応しなくなるというまさかの状態ですけど、というわけで、ジンバルが動かないので、撮影者が頑張って、制御しているんですけれども、もはや、あ、まあ、一回ちょっと電源切ってみようかな。で、もう一回入れます。あ、いけたかな。いけた、いけた、いけた。復活しました。はい。こんなに寝転ぶ像は初めて見ますというコメント。あ、そうですか。そうです。寝転
かっていることもありますね。まあそんな普段野生の中でずっとこう大人になりつつある象が寝転がっているかというとそういうことはないんですけども、まあここだとまあ襲われることもないですね。またゴロンしそうですね。というわけでですね、最後の方はちょっと若干グダグダな感じですけれども待てよ、今日は10分まで、あ、大丈夫だ、大丈夫だ、まだ大丈夫です、よかったです、はい。さっきラオスの象の頭数がちょっと違ってたかもしれませんが、改めて言い直すと、2018年に IUCN のデータとしてホームページに掲載されているのは、500頭から600頭というふうに記載されています。だけれども、ラオスの方から伺った話だと、まあ、現状としては、まあ、300から400ぐらいじゃないかなという話でした。まあ、いずれにしろ非常に、少なくなっているというのは変わらないですね。でその飼育されているゾウのほとんどがですね、これまで、どうやって繁殖させるかというと、農家で飼われているメスゾウたち、まあ、発情が気が来ると野に放つと、で野生のゾウが乗っかって、受胎するというような方法で繁殖をしてきたんですけども、野生のゾウが減ってしまうとそれができなくなります。でまあ、飼育下でそのオスゾウを飼育してそこに種付けに行くっていうことになるんですけども、まあ、その種付けの確率が今のところ 5% ぐらいの成功率だということになる。つまり20回やって1回付けばいいっていうことになるんですけども、まあ、そのたんびにトラック借りてゾウ乗っけてオスゾウのところ連れてって種付け料を払ってっていうのを20回やって1回つけば OK だっていうのはなかなか割に合わないので、やっぱり飼育化って確実に増やしていくような方法というのもラオス政府としては、欲しいというニーズが、あるところで、今一生懸命繁殖プロジェクトに取り組んでいるところということになります。分乳ようやく立ち上がりましたね。というわけで、ゾウたちですね、まあ、ちょっと普段とあまり変わらない状況ではありつつも、着実に成長はしていますので、トン君とそれからトンカムの間で、まあ、同居の試みが始まったところですし、これからさらに、分乳やカンパートが成長していくと、また新たな展開が出てくるのではないかなというふうにも思っています。暑い日が続きますけれども、動物園にお越しいただけるのであれば、くれぐれも熱中症対策ですね、十分な水、正面のエントランスの図書館塀の前には冷たい水を、容器か何か持ってきていただければ入れていただけるような、ウォーターサーバーもありますし、飲水をして熱中症対策に努めていただければと思います。で今、マスクしてますけども、園内で距離が取れるときはマスクを外していただいても構いませんので、屋内施設だけちょっとマスクをつけていただければ、良いかと思います。特にお子さん、あまり我慢させずにですね、マスク取っていただいてもいいですし、水をたくさん飲んでいただいて、事故のないように、動物園を楽しんでいただければと思っています。で、最近のニュースとしては、ついじゃないな、6月18日に生まれたキリンの赤ちゃんの名前が、決まりました。ユラちゃん、はい、ユラちゃんだったと思いますが決まりましたので、
またゆらちゃんにも会いに来てください。そしてもう一頭めいちゃんという、若いメスが、もうそろそろ生まれるというか産む頃です、もう一頭またキリンの赤ちゃんが誕生しますので、また会いに来ていただけたらと思います。まだ時間がありました。ブニュンってどっか行っちゃいましたっけ。そうですね、ひょっとしたら隣の運動場にいるかもしれないですね。部屋に、あ、部屋に入ってるのか、実はその暑いということもあって今部屋の扉が開けてあります。で、背の高いコンクリートの建物なので別にエアコンが入ってるわけではないんですけども、まあまあ涼しく過ごすことができるので、ゾウたちが屋内が良ければ屋内にいますし、屋外でも大丈夫っていう子は屋外にいます。まあ、出たり入ったりゾウたちの自由にさせている時期になりますので、場合によってはちょっとこう見づらかったり、室内の観客室内をご覧いただくようなところまで移動していただかなくてはいけないことがあるかもしれませんが、ご理解いただけると助かります。なんて書いてあるんですか。園長はゾウさんだったらどの子が奥さんがいいですか。そうですね、難しいですね、難しいですね。逆に僕がトンカムだったら誰でも行ったら怒られるんだろうな、どなたでもよろしいんじゃないかっていう気がしますし、まあそうあってほしいなと思っています。はい、一番危惧しているのは、まあ、トン君ってみんなのお姉ちゃん役だったので、トンカム側にですねまだ慕うような思いがあると場合によっては交尾につながらない可能性もなきにしもあらずというのが、まあ、危惧しているところです。まあお互いに、男性と女性として、お付き合いいただければいいかなというふうに願っています。はい、というわけで私の答えは特にないということで、はい、また皆さん出てきましたかね。みんなゾウたちそれぞれ個性がいろいろです。ブニューもそれからまたカンパート部屋の中に入っちゃいましたけれども、まあ、ミトもそうですしトン君もトンカンもみんなそれぞれさまざまな個性を持っています。まあ、おそらくゾウはこうだっていうよりもそれぞれの個性がこうだっていうふうな捉え方をするのが良いような気がするので、まあ、動物園お越しいただいたらまずは見分けていただいて、で見分け方の特徴はその愛称看板のところにも書いてありますので、まあ、その特徴を見極めて、識別をしていただく。でそのゾウたちがどういう行動をしているかというのを、よくよく見ていただくとお互いの関係性だとか、あるいは、まあ、ちょっとした性格も見えてくるかと思うので、まあ、そういう楽しみ方をしていただくと、良いかと思います。まあ、ゾウに限らずですけどもね、ゴリラもチンパンジーもみんな比較的識別がしやすいです。テンジクネズミを全部識別するのはですね、まあ、担当者と担当獣医ぐらいしかこうパッと見てわからないような気はするんですけれども、数が
まあ、そんなに多くないのは識別しやすいので、そういう楽しみ方というのは非常に動物園ではいいかなと、まあ、うちだけじゃなくてですね、他の動物園でも、まあ、遠くからご覧いただいている方は地元の動物園でも個体の識別をして、その社会性のある動物は特に社会交渉があるので、そういう点を、まあ、見ていただいたらよろしいかと思います。というわけで、今日も終わりの時間となりました、40分間お付き合いいただきましてありがとうございます。また、次回お目にかかりましょう。次回は多分旬な話題ということだったと思います。それではさようなら。ですね、これどれだっけ。おや、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。これだ。